私の処刑はキャメロン首相の責任だと宣言する。またイギリスのボランティアの方も去年10月に公開された映像の中で、イギリス議会がイスラム国への攻撃を決めたので私はイギリス国民の一人として代表を払うというふうに言わされています。その直前には去年8月末にイギリスがイスラム国に対して